第5節新谷弘なな美先生は米国アルバート・アインシュタイン医科大学教授で米国ナンバーワンの胃腸内視鏡外科医と呼ばれています世界で初めて新谷式と呼ばれる大腸内視鏡の挿入法を考案し回復手術をすることなく大腸内視鏡肛門から 大腸に内視鏡を挿入する方法によるポリープ切除に成功し医学界に大きく貢献しました新谷先生は日米でおよそ30万例の胃腸内視鏡検査と9万例以上のポリープ切除術を行っています大腸のポリープ小さい良性のイボは放置すると効率に眼ん化し大腸がんになるためその早期発見と内視鏡による切除は 大変重要ながん治療ないし予防の手段です。大腸ポリープが大きくなり内視鏡による切除ができない場合は全身麻酔下に回復手術が必要になります新谷先生はその膨大な臨床経験から健康な人の胃腸は美しく不健康な人の胃腸は美しくないという大変重大な観察結果を得ましたそして このことを人称になぞらえて、衣装、長昇と呼びました。新谷先生が内視鏡で、多くの人の胃や腸を観察した結果、良い衣装、長昇をしている人は、心身ともに健康であり、逆に衣装、長昇が悪い人は、心身のどこかにトラブルを抱えていることに気がつきました。つまり、健康な人の衣装、長昇はよく。 不健康な人の衣装・長所は悪いということです。これは逆の言い方をすれば良い衣装・長所を保つことが健康を保つことにつながるということになります。新谷先生はこの現象の原因を究明するために診察の際に患者さんに食歴と生活習慣に関するアンケートに答えてもらうようにしました。この結果 新谷先生は衣装長所に最も大きな影響を与えるのは食歴と生活習慣であるという結論に達しましたそして健康で病気にかからず長生きをするためにはミラクルエンザイムを消耗しない生活をすることであると主張していますミラクルエンザイムとは直訳すれば奇跡の酵素という意味で生物学的には 明確な定義はありませんが、ミラクルエンザイムが豊富であるということは、生命力に満ちているという意味であると、私は解釈しています。新谷先生は、どのようにしたら、ミラクルエンザイムを消耗しない生活を実現し、良い衣装、長所を保てるかについて、著書の病気にならない生き方で次のように述べておられます。ないは私の注釈です。 お茶の飲みすぎは、かえって健康に悪い。お茶の飲用は、空腹時を避けて食後にし、1日に23倍程度するのがいい。カフェインやタンニンを多く含むお茶、緑茶、ウーロン茶、紅茶、コーヒー、ドクダミ茶、途中茶を多量に飲用している人の衣装は悪く、胃の粘膜の萎縮が起きている。胃粘膜の萎縮がひどくなると、萎縮性炎という状態になり、 異熟性胃炎からは胃がんが発生しやすいことが証明されているキリスト教の一派であるモルモン教徒は教義によってカフェインを含有するお茶コーヒーなどの飲用を禁止されていますモルモン教徒のがん発生率は全米平均より3割少なくなっています一般的にお茶は健康に良いとされていますが飲みすぎは 禁物で過ぎたるるは及ばざるが如しと言えます。肉を食べてもスタミナはつかない肉を好んで食べる人は健康を害し早く老化する肉を食べなければ筋肉が育たないというのは真っ赤な嘘である肉食動物のライオンなどの筋肉より草食動物の馬や牛や鹿の方がはるかに発達した持久力のある筋肉を持っている 肉を食べなければ体が大きくならないというのも嘘である。ゾウやキリンはライオンやトラより何倍も大きいが彼らは草食動物である。今まで述べてきたマクロビオティックやゲルソン療法などの岩食治療法と全く同じ結論です。胃腸の内視鏡の所見からも同じ結論が出るとは驚くべきことです。 胃薬を飲めば飲むほど湯は悪くなる。日本人は気軽に薬を服用するが、薬はすべて基本的に毒である。効果が早く現れる薬ほど毒性も強い。胃酸は食物に付着している細菌を殺すために必要である。胸焼けや胃の飽満感があるとき、胃酸を抑える胃薬を飲むと胃酸分泌が抑制されて、 胃腸内の細菌バランスが崩れて免疫力が低下する胃酸は必要だから出ているのであるから胃酸肩という病気はない胸やけや胃のホ満感がある時は暴飲暴食喫煙アルコールコーヒーなどを控えるまた夕食は寝る4から5時間前には終え寝る時は胃を空っぽの状態にしておく東洋医学では食べて すぐに睡眠をとるのは健康に悪く、一日の半分の12時間は食物を口にしてはいけない教えています。